はい、どうも、ケンパです。今日もね、空気読んでいこうと思います。おはようございます。あ、やばい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 。あ、そうやね。左じゃね、見てないふりでしょ。そういう時は。実際見たことあるかな？ズラ取れた人って。あ、そうやな。このどころ画面に入らぬかって言われたら、頭下げんというかもんな。水戸黄門とかみんな見たことあんのかな？はいはい。はいはい、歩幅は合わせるもんです。何回かね、今まで。おい、後ろからガンダムみたいな女来たぞ。おい、何回かね、今まで怒られてきたもんね。歩くの早いよって。今日はデートです。そろそろ彼氏と思っていいのかな。アニメを見に行こうとするので恋愛がにさせました。男の子って本当に空気読めない。彼ったら勇気を出して手をつないできた。もう私たち付き合ってるよね。もうこれは近づくやろ。うえー、頭でゴツンはないな。肩やな、普通。ちょっと頭ね、横に広かったからね。肩にぶつかる前に頭に。もう、そんな奴らは避けて通らな。そうやな。近づきたくないもんな、あんなぶちゅうしてるやつ。横浜駅いっつもおる、あんな。あからさまに、イエーイ。喜んでいいのかわからんけど、多分いい評価だと思います。はい、26問。うわ、誰かイエロー役をやってくれるかな。誰だよ、イエロー役が太ってるって決めつけたの。イエローやん、さっきの。もう、まあ仕方ない。イエローはカレー好きだから。おい、またイエローがおる。あ、これ腕だね。はい。イエーイ、ナイスロボット。結構読めてるんじゃない？はい、29問。脳内占いで君のを見てあげるね。わー、楽しみー。よし。エッチがいっぱいあったね。わー、俺だったらめっちゃいじっちゃいそうだな。右向け、右。おい、向けたね、今ね。あの人がこっち向いてるってことは、右は反対側だね。あからさま。え、あからさまが一番いいんじゃない？これもしかして。いい日よかだね。はーい、ツルツルだね。バーか、バーバーか。いや、バーバーに行っちゃダメでしょ。何も、バーバーするものないもんだって。バーだね。いや、バーに行っていいのかな。いや、いいか。ハゲてる人いっぱいおったわ、バー。さっきのやつおるやん、奥に。いいとこで噛んだな、悪いとこか。はい。君が手術に勝てるよう、明日の方、試合でホームランを打つぞ。うわ、野球ゲームじゃん。流して。うわ、入った？どう？結構、ライナー気味だったけど。はいはいはい、ぶつかるんで。うわ。顔はやだな。結構読めてるね。はい、35問。なんだ？これが最後のボールだ。絶対に当てなくちゃ。あ、ポケモンか。あ、で、捕まりましたと。はい。え、めちゃめちゃ読めてるんじゃない？程よくか。なんかダメだったんだ。結構ね、今までの人生空気読んできたと思うんだけどね。はい。飛びまーす。おいー。おい。あ、結構余裕だな、これは。真ん中一番楽だもんね、縄跳びって。一番低いから。はい、37問。よろしく。うわぁ、俺もどっか道間違ってたらこうなってたのかな。はい、38問。あ、なんだ？うわ、やばいじゃん。おーい、ちゃんと様子見できた。空気読めてるね。おーい、ナイス。わあ、ナイスーって、ナイスーって言わな。ナイスーって言えんのか。ナイスーって言えんか。わあか。ちょっと、わかんないや。ゴルフしたことないけ。うわ、おじちゃん。おじちゃん起きて。はい、いいね。うわ、今のだけか。40問。これでね、終わろうかなと思います。いいね。おーはーい、一丁締め。はい、ということで、今日はここまでにしようと思います。
あからさまに読めてるっぽいとありがとうございます。じゃあねー。